はい、皆さんどうもこんにちは。リムと申します。本日もよろしくお願いいたします。ということで、今回はバレンシアガ購入品ご紹介をさせていただこうと思います。今回2点紹介をしていきます。はい。1点はね、御殿場のアウトレットのバレンシアガで購入しました。ここ最近ね、結構連続で行ってるんですけど、その御殿場のアウトレットのね、バレンシアガに関しては、かなり頻繁に入荷がある。なので、再入荷とかもあるようなので、まあ、豆にできたら、見に行ける方は見に行っていただくと結構いいものと巡り合える可能性があるなと本当に感じてます。小物に関しては入荷してもう1週間も経つと結構ガラッともう全然違うものに変わってるみたいな印象がすごく強くって、かなりの勢いでやっぱりね、海外の方も今お客さん増えてるし、値段が安いものは本当瞬間的になくなっていくようなんで、まあそういう小物が欲しい方はまめに、あとスニーカー類はね結構常に充実している印象なので、何かスニーカー類で欲しいなっていう方は、店頭ゆっくり見に行っていただくのもいいんじゃないかなと思います。はい。そして今回何を購入したかと言いますと、はい、またキャップを購入しました。はい。まだね、タグもついてますが、これ、デザイン的には、こういう感じのデザインがあるなーぐらいで覚えてて、そういうのいいなーって思っていたんですよね。そしたら、まあ、チャンネル手伝ってくれてる純氏がたまたま御殿場のアウトレット行って、いやいや、またキャップ入ってるよと教えてくれたので、もう速攻連絡取って在庫確認して、その、伺って購入してきたというものになるんですけど、これって今、現行品で、グレーにピンクとかかなが同じデザインだったりする中で、何シーズンか前のカラーらしいんですよね。色出るかな？パープルですかね。エンジというよりは個人的にはパープルに見えるんですけど、パープルっぽい色に、この、黄緑の、プリント、ペイントが入ってるもの。これね、一個一個、行った時には在庫が何点かあって見せていただいて、サイズ感の違いだったりとか、このハンドペイントっぽいというか、ハンドペイントだと思うんですけど、これが、やっぱり一点一点表情が違うので、まあ在庫があればね、こういうものは、できたら見せていただいて、好きなサイズというか合うサイズで、そのプリントの感じとかもご自身の好みのものを選んでいただくといいんじゃないかなと思います。これね、ちょっと高かった。4000円ぐらいだったかな。そう、アウトレットに入ってくるキャップって3万円台が結構多い中、まあこれ比較的高めだと思います。定価が多分6万8000円とか、6万円台だと思うんで、なんでまあまあ値引きとしてはしょうがないのかなと思うんですけど、サイズ感は基本的にはもうその国内のバレンシアガに関しては基本メンズ L59 センチで展開なので、それ以外のものはほとんど基本的にはないって聞いてます。で、今被ってるこの青山で買ったものももちろん L59 だし、頭結構大きいんで、このぐらいは攻めてないと。やっぱりね、かなりここのバレンシアガ浅いので、そのモデルによってかなり個体差ある。こういうウォッシュがかかってるものはすごい小さかったりとか、ウォッシュかかってなくても浅いものがあったりとか、必ず被っていただいた方がいいと思います。あと個人的な注意点としては、これ後ろがベルクロのマジックテープのタイプなんですけど、このマジックテープのものが一番安心かもしれないです。結構弱くなってるんですけど、洗ってあって。なんですけど、金具のタイプだと、ゆるゆるのものとかもあるんで、その辺は必ず試着していただいて、ご確認いただいた方がいいなというのが、個人的な感想です。ちょっと被ってみますか。どうでしょう？被った印象というか、サイズ感のね、感じは多分変わらないんじゃないかなと、そんなに。はい。今、まあ、黒なんで今ちょっと真っ黒で着てたんですけど、まあ、ここにあるような、実はこのキャップ買ったんで、まあ、これちょっとまた別の動画で紹介しますけど、こういうオリーブとか、まあ、そんなようなものに合わせるのとか、あとデニムとかね、もういいかなと思って、今回は色物にしてみました。はい。それからもう一点。これはですね、実はこれも、何回か前にアウトレット行った時に御殿場のね、店頭で見たものです。ちょっといいなって思ったんですけど、確かね、値段、3万中盤から後半ぐらいしたと思うんですけど、このネックウォレット、まあ、カードケースですね。まあ、実際首から吊るしてここにカード入れられる勇気のある人ってなかなかあれかもしれないですけど。そう、これ、御殿場のアウトレットで見てほしいなと思ったんですけど、他に買うものもあって、いや、さすがにちょっと3万8千はなって思って買わなかったんです。そしたら、得意のメルカリで見つけました。2万円ちょっとぐらいで。
いや、まあ、だったらいいかなと。これに関しては、いつもお話ししている、その本物偽物問題のレシートとかっていうのがちょっとなかったんですけど、まあ、画像の感じとか、その、他に購入されているものとかの雰囲気とか、並び見て、まあ、多分大丈夫かなということで購入させていただいてます。まあ、本当にね、小物、案外だから小物の偽物ってどのぐらいあるのかなってちょっと思ったりもして、もう本当土定番の財布とかはあるかもしれないですけど、意外とこういうの少ないかもしれないのと、実はちょっと、個人的に、いろいろ見ていて、気がついたこととしては、結構この金属のパーツって、いろんなものにおいて、仮に偽物だとすると、ちょっと質感違ったりするなっていう、これ多分怪しいかなって思うものは、そういう感じのものもありました。具体的にどこの何がってことではないんですけど、見ていたら、まあまあそういうものもあるなっていう感じだったんで、まあ金具の質感とか、まあそういったものも日頃、こう、見ていただくとね、例えば中古で安いものがあった時にも、まあ自分の目である程度判断していただいてご購入いただくことができるかもしれないです。はい。まあこういうね、ちょっと小物は前回ちょっとチェーン付きの財布中古でやっぱり買ったりしてたんですけど、まあこれ本当にネックレス的にね、これは使えるんで、もうこれ実は一回首から吊るして東京行ってきたんですけど、結構やっぱり気に入ってます、これに関しては。はい。なんで、このネックコーデット系も結構おすすめできる。まあ、シンプルなね、ロゴだけのやつとかもあるんですけど、それだとちょっとつまんないなと思って、この、B をデザインしてるのかな、多分。これが入ってるやつがいいなって思ったところにこれが出たんで、もうすかさず購入させていただいた感じです。はい。ということで、今回は、この今被ってる、アウトレットで購入した、キャップと、ネックオーデットと紹介させていただきました。もうほんと御殿場アウトレットバレンシアガとメルカリはね、ほんとまめにチェックをして、いいものがあれば、まあまた何か購入をして、紹介をしたいなと思いますので、ぜひチャンネル登録、グッドボタンと。あとバレンシアガに関しては、まあ商品情報をね、撮影できるときは撮影させていただいて、ちょっと動画にできればなとも思ってますので、ぜひまたご覧いただけたらなと思います。ということで最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。